お、なんか金庫が。グリンコさんが言っていたな。この金庫のところかな。複雑な鍵がついている。私がやってみよう。古びた金庫。おお。4桁の正しい数列を見つけよう。0から5までの数字から4つを1回ずつ使用できる。上から並んだ4個の数列の横にあるランプがヒントであると。ついているランプの総数が正解の数列となっている場合は、数字の数を表す。そのうち赤いランプは1も合っている数字の数だ。そして白いランプは位置が違う数字である。タッチで数字を合わせてみよう。メモに行きますか。白が赤いランプは1も合っている数字の数、白いランプは1が違う数字の数。つまり一番上は白が2個、赤が2個だから、位置が合っているやつが2個と場所が違っているやつ、つまり逆にすれば正解するやつの組み合わせ。この時点で、4150のこの4つ使うことがまず確定したと。ね。で、で赤は1も合っている数字だから、これ赤が2ということはこことここが確定したということだね。で、ここが赤2なんで5と4も確定。終わったわ。終わり。0154。これとこれが逆にしたら正解。あら、早かった。さて、これでどうかな。私に解けない謎はない。0154である。全ての配列を試せばいつかは正解にたどり着くが、考えて解いた方が楽しい。よし、開いた。古びた金庫の謎が追加されました。どうやらこれが行動に使われた頃の記録書のようだ。さあ、読んでみよう。フェルゼン家の金脈から不思議な鉱石。おお、伯爵は宝石の原石じゃないかと大騒ぎしているが、どうも嫌な予感がする。伯爵は俺たちの話なんて聞く気もないよ。さらに掘るつもりだ。掘り進む。不思議な、鉱石を掘り出してから原因不明の病が、そしてその病に侵されここへ来なくなった奴らもいる。一体どうなってしまったというのだ。毒だなんじゃないのか。その前に私はこの記録を残しておこう。50年前の日付で終わっている。あれ、最近まで使われていたんですよね。これはもしかしたら50年前の金脈。やはり金脈を掘らせた張本人が和流前家の城に全ての鍵があるのではないか。やはり城に行くしかないですね。よく怖いのかい。言うと聞くくらい、へっちゃらです。さあ、最終目的地だったような気がする。フェルーゼン城にレッツゴー。チリンチリン、チリンをよこせ。何？さあルーク、町へ帰ろう。と、止まってしまっています。こんなところにボタンがある。出口へ行けるよ。どういこっちゃ。出口はどこだ。1から7までのボタンがある。よく見ればどのボタンをいいのかわかるはず。出口を意味するもの、あなたにはわかる。ちょっと一旦そう得にして、まだコイン探してる途中なんで。ほら、脱出できてしまっては困るのだよ。ハム太郎、ハム太郎がおらんのか。よし、じゃあ OK。
出口。よく見ればどのボタンを押せばよいか誰にでもわかる。出口を意味する何かを見つけよう。5階だよ。1、2、3、4、5、6、7。出口を意味する出口。出口。誰でもわかる。よく見れば、よく見れば。5階、6階、7階、8階。1、2、3、4、5、6、7、8、9。月曜日、月、火、水、木、金、土、日、関係ない。7。よく見れば。俺には全くわからん。出口を意味する。出口を意味する。出口。出口。口。出ろ。よし、素直にヒントを使おう。まだメダルはいっぱいある。誰にでもわかるはずだが、初歩的な英語の知識が必要かもしれない。出口を英語で言うと、出口の英語。あまり出口の英語なんか使った記憶がねえな。出口。入り口。出口。ボタンを横にしてみよう。だって逆。アウト。アウト。あ、アウト。普通にインとアウトか。オーク。オン。人の顔。ほら、さあ謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。ルーク、これが答えさ。正解。5番の文字とボタンを90度回してみると、アウトと書いてあるのだ。おう、その理屈はおかしい。ドラえもんの A。 帰るか。誰だ。電気を止めたのは誰だ。この洗いを作ったのは誰だ。あれ、あなた。マルコポー、やっと人に会った。このままじゃダメかと思いました。エジプトを目指していたらこんなところに来てしまいました。ここはピラミッドですか。いえ、残念ながらピラミッドではありません。例えばこの機械を触って壊してしまいました。直してください。
あらあらあら、重さだね。機械に取り付けられた金属の棒から重りがぶら下がっているが、バランスが崩れて地面に落ちていた重りをハテナの位置にぶら下げた、バランスを取ろうと。重りは3種類、最も軽い重りの2倍、3倍。何か一つを置いてってことね。じゃあ3分の1で当たるわけだ。そういうのはやめろ。メモをすると、仮に月が一番軽いとすると、これが1の重さで、星が2番目にで、これが2の重さで、丸が3番目の重さだとすると、ね、こうなるわけだね。となると、サイズが違う。まずここはどうでもいいよね。重さと何にも関係ないよね。この重さが100だろうが200だろうがど真ん中だからね、何にも関係ないよね。でこの合計とこの合計がイコールじゃダメなんだよね。なぜなら長さの問題があるんで、まあ、ここが等倍だとすると1対1、ね、1対1なんで、この端っこの方が重さは倍になるわけだね。距離の問題があるから。なので単純にこことここがイコールであれば、こことここもイコールじゃなければいけないと。で、重さ的に、もしこれが333の22だった場合、連立方程式書くのが一番楽か、これ。月をね、x、星を y、丸を z とした場合、3x、倍だね、2倍、これがこの式が2倍の 3x プラス 2y プラス0倍の z にプラス内側なんで、2倍の x、プラス y が、星は z、 奥側なんで2倍の z プラス y プラス 2x と足すことの z プラス、このでっかい丸、このでっかい丸が分かれば OK でイコールになるはずだから、2z2y4x に z、 3z でこっちは 6x 足す 4y
足す 2x 足す y なんで 8x プラス 5y。 でまあ x は向こうに行くんで消えてもらって、 4x プラス 5y が3z プラス 2y なんで、 2y も向こうに行ってもらって3y、 4x プラス 3y は 4x プラス 3y は 3z プラス何、X か Y か Z、 なので、まあ XY か Z のどれかになると、逆に考えると、この時点で X がもし1、2倍3倍の比率だから、 X が1だとするとY が2、Z が3とすると、4たす2、6、10になる。3×3 で9になるから、X が1になればいいから、星。これが1パターン目。じゃあ仮に X が今度は2とした場合、8たす、Y が1、3。で3、じゃあこれは2でいい。丸。で、X が3だとした場合、3、4、12。で、Y が1のパターンは15。は、これは絶対無理だね。どう頑張っても、1、2、3の何入っても足りないから。X が1、Y が2だった場合で、Z が3だった場合は、これが X で OK。X 足す Y は Z、1、2、3。うん、で、X が2だった場合、Y が1だって、めんどくさくなってきた。ヒントを見よう。中央の重りは関係ない。右の端の重りと左端の下がってる重りの重さは同じになっているんだ。うん、知ってる。左右の重りは太陽と月が入っているが、右にだけは星がある。星一つの重さにあたる太陽と月の重さがわかるわけだ。星一つが太陽一つ、一つに当たる。星一個で月と太陽。じゃあこれが3の重さで、これが2で、これが1。Oh.
とこうで3 3こうとこうで、あらあらこれ一緒じゃねえか、これとこれが一緒だったらあと月しか残ってねえじゃん。やっぱ123で月でいいんだね。ルク、私の考えはこうだ。私に解けない謎はない。正解ね。三日月のお守りである星形一つは円形一つ、三日月一つ合わせた二つと重さが同じだ。はてなの位置が釣り合うべき列には星形の重りがないが、図のように対比をつければ釣り合い重りはこれしか残ってないのがわかるくさんなと、ね、今のね連立方程式の中の答え合ってたね、よかったです。動き出したのですが心置きなくここを出ることができます。謎の日記、これで残りあと一つになったね。彼女に手紙を出してからというもの返事を待ち続ける日々が続いている。しかし返事が来ない。一体どれだけの時間が過ぎたのか思い出すのも煩わしい。彼女はもう私を愛してはいないのだろうか。別の男と結婚している気がする。まあカティアさんのねおばあさんかなんかですよね。はい、調査メモ、おっと8ページ目、残り多くて10個、謎も現在106個。さあクリアが見えてきたね。レイトンさん、あらあなたはこんなところでどうされたんですか。こっそりと監視させていただいておりました。そろそろお気づきになられた頃だと思いますが、騙し続けることはできません。私は写真屋です。たくさん写真を撮りました、写真も全て私が撮ったんですよ。この街で写真に奇妙な現象が起こることは気づかれていますか。私はこの街に何か大きな秘密があると考えています。この街は実は呪われた街なのです。そう言っても過言ではない。この町に呪われるに値する恐ろしい覚悟があるのです。私たちは自分たちの犯した過ちを長い月日をかけて償っているのかもしれません。しかしもう時間がありません。私たちはこの呪いを解き長い夢から覚めねばならんのです。あなたにはあの城に向かいアンソニー様に会っていただきたい。彼はウェルーゼン伯爵の、現在の主人です。で、亡き後息子のアンソニー様が主となられました。かつてはあの城に仕える身だったのですが、50年前逃げてしまったのです。決して私をお許しになることはないでしょう。裏切られることを何よりも嫌う方ですから。その答えはあの城にあります。あの城に向かい確かめていただきたい。あなたの話なら聞いてくれるやもしれませぬ。わかりました。ではあの城に行ってみます。その目で真実をお確かめください。その時こそ私たちの長い旅は終着点へと到着することでしょう。どうやら私たちが行くべき場所が見えてきたようだ。あの城には吸血鬼が住んでいると言って恐れている人もいましたね。一体何があるんでしょうか。大きな金脈を掘り当て一役、巨万の富を手に入れたベルーゼン伯爵の城。何が起きたのかそれを解明することが悪魔の箱の謎を解くことになりそうだ。どうやって城に入りましょう。すんなり入れるとは思えないんですけど。なんか言ってたよね、入り方。まだ新しいね、馬車の車輪の跡があった。毎日馬車によって生贄が運ばれているのだろう。その場所を追いかければたどり着くことができるに間違いない。ヤギの紋章、今更悪魔の箱のヤギの紋章は、フェルーゼン家のものだった。悪魔の箱はフェルーゼン家に何か関係があるようだ。